はい、皆さんこんにちは、ワンダリーグルビジです。では今回は信長の野望大使、三井デブレ続きをやっていきたいと思います。で、前回までにですね、織田家との戦いを進めているわけなんですが、信長亡き後は、岐阜の織田家、清須の織田家と、それぞれ、信雄、信孝と分かれているので、この両家一気に潰してしまおうということで、画面の左上、今、織田家 VS、岐阜、清須、織田家と出てると思うので、今回その続きになります。まずはね、紀伊半島、伊勢一帯から、織田家をね、排除していきたいというふうに思っていますので、このまま軍を進めていきましょう。さあ、表情でこれより表情をす。お、始め官兵衛がいるな。ちょっと一旦ここは再興させて、皆の官考兵衛、正えを。隆、あとは柳生宗則あたりちょっと見てみますか。この辺り、柳生宗則よりは足立くんの方がいいね。これにて表情を得る。で、この後はちょっとね、時間を一気にこの進めて策いはきたいいかとがいうでふうすに思か。いますので、このままお付き合いをいただきたいと思うんですが、刀狩りか。ただ全然足りないな。施策力が全くと言っていいほど足りてないですね。まずは金が欲しいので、証券の支援。これを入れておいて、さすが大谷義継よ。まずは、このまま先端を開いていきましょう。では、時間を進めていきます。さあ、ここでちょっとイベントが始まりましたので、これだけはね、ちょっと見ていきましょう。ムクロには鎧を。はい、ではイベント見ていただきましたので、天正15年冬、ここからまた進めていきましょ降う。格します。降格します。降格します。ご用意表情。
さて、ここでちょっと面白いことが起こりましたね。勝家と岐阜の織田家が戦争を始めたので、これ完全に岐阜の織田家をめぐって領地の奪い合いになりますね。先んじる必要があるので、さっさとこの清須の織田家撃破していきましょう。なのでまずはこの松ヶ島鳥羽城と一気に奪い取って、勝家との領土の獲得競争に勝っていく必要があるかなというところですね。ではまた時間を進めていきます。はい、ではですね、ここで一旦伊勢から紀伊半島から織田家の勢力を一掃したので、いよいよ尾張、清須、美濃、この辺りへとなだれ込んでいきましょうというところなので、まず武将を、ね、配置していきましょう。一気にこの辺り城かすめ取っていったので、ここにね武将をバババババーっと配置していきたいと思います。まあ、特に何か、考えながらやらなきゃいけないというところもないと思うので、配置していきましょう。で、まあ、戦闘力の高い武将がどうのこうのとかっていう局面ももちろんね見極めながらというところになると思うんですが、まずは、武将を配置した後に主要な拠点になるであろう場所に、優秀な武将をね、配備後から追加していくという考え方でいきます。秀吉を滅ぼしたことによって羽柴家臣がねだいぶなだれ込んでいるので、武将の数には、まあ、正直言って困っていないというのもあるので、ここは何も考えずに武将をね配置していきましょう。長政とか善助とかかなり贅沢に配備していってますが、であとは鳥羽城、ここにも武将配備、ちょっとおねね様はね、手元に置いておきましょう。で、戦場はこれから、尾張へと移っていきます。で、勝家がね、織田家との戦いに一旦決戦で敗れているので時間的な猶予は生まれています。なのでその間に先に清須の織田家、残された清須と犬山城を取ってしまって、岐阜の織田家をね東西、いや南北に分断していきましょう。ではまた時間を進めていきましょう。先月の終始です。さて、ここでなんとなんと毛利と長宗我部が戦争を始めちゃったので、まあ、どっちに加勢するかという話なんですが、もうどちらにも加勢できないよね。長宗我部、兵数18万、毛利14万、かなり
行しているんですが、ここはもうどちらにも参戦しないという選択しかないかなというところですかね。でまただいぶご覧いただいたと思うんですが、城を奪い取っているので、再びここで、武将を配属していきましょう。報告いたします。特にもう織田の息の根は今回止めてしまいたいというふうに思っているので、そこまでの段取り道筋まずつけましょう。で、奪った城、ここに武将を配備していきます。しばらくの間はね、とは言っても本当に勝家との戦いがメイン、あるいは家康との戦いがメインということになると思うので、最前線になる場所には、まあ、戦闘力にある程度長けている武将も置いておきたいので、ここからはね、統率が高い武将も、1人ぐらいは置いていきます。となるとどうだ、茎をしたか。かしこまった。ここはもう本当にね、武将の数でかなり重要になってくる局面になってきたので、惜しみなく武将を出していきます。といっても御所に入っているネネ様が一番優秀って言われちゃうと微妙だよな。あとは青木、南条、兼松、この辺りになっちゃうのかな。統率も70以上は欲しいよねというのが本音ではあるんですが、さすがにそこまで、都合よく戦闘力の高い武将ばかりが配備できるわけではないので、ここまで城が大きくなると。上杉と柴田がまた戦ってくれてる。これは本当にありがたい。長宗壁はさらに鈴木にも牙を剥くか。さらに木曽に対して勝家は先端を開く。やること結構傍若無人だな。よし、郡上八幡は取りましたね。もう本当に、織田家はね、風前の灯火と言っていいと思うので、このまま決着をしたいんですが、その前に交渉で、それぞれの家と、いや親善ですね、しっかり友好関係の維持継続を確認しましょう。で、木曽を倒しつつ巻き込みつつ織田家に息の根を止めるというのがね、今回のテーマになるんじゃないかなと思います。皆の考えを聞こう。いや本当にさ、秀長優秀だよ。秀長に勝る武将がそうそう出てこないだろうっていうぐらい全てにおいて万能ですよね。軍事がちょっと41少ないな。もうちょっと欲しいけど、操戦術とかいらないですからね。金利外交とかもいらないし、文国もいらない。ちょっとここはために入りましょう。特に軍事では、まずは親善。鈴木、毛利、長宗壁、この辺りと心象が悪い状態になっちゃうのはしょうがないね。一旦断ってるんで。そうなると残されたこの織田家を潰すには、まあこの鳥峰城を取らなきゃいけないんだな。まあ大した数ではないので、森家これひねり潰しましょう。宣戦布告します。我が軍略お見せしよう。鈴木が味方についてくれなかった。いや、ついてくれてるね。問題ないでしょう。となれば、郡上八幡取った軍勢が国境付近に展開しているので、これをまずは、取り峰、さらに三井で6000、これも
一気に岩村城へと進出。これで森家を滅亡に追い込みましょう。ちょっと待ってね、森隊が13,800 か。これと戦うのは正直きついな。行きます。進め。報告いたします。ここで森の13,000と光秀の6,000がぶつかっても勝ち目はないので、一旦避けましょう。江守家から交渉した。明智家への心中の申し入れ受け入れよう。神前を。そしたら苗木城で織田家の息の根を止めます。強行川尻家、徳川家、この辺りに介入させる余地なく織田家を追放、滅ぼします。一騎か、刀狩りもやりたいね。そうなると報告いたします。先月の収支でございます。ここに来て兵糧とお金がちょっと安定してきましたね。いやー、鈴木家はあっけなく長宗我部に滅ぼされたか。ここは一旦光秀の本体は避けて出陣するぞ。左近でこれを撃破しよう。で力攻めで内気城をひねり潰す。よし、これで織田家は滅ぼしましたね。織田一門以外は全員許しましょう。信孝、信康、もうすでに信兼とか処刑済みなんで。処刑。さてと、これでちょっと一旦全国図を見たいな。まあ一気にね、それこそ明智家が領土を拡大しましたね。美濃、尾張、この一帯ほぼ手中に収めたので、この後はもう本当に残されたところをね、着々と埋めていく。で、あとは勝家、家康、この辺りと戦っていくことになるかなと思います。報告いたします。というところで、ちょっと急ぎ足でね、だいぶ進めてきましたが、時間もいい時間なので一旦この辺りで終わりにしておきましょうか。で、施策はもう完全に軍事をね、今後は優先して施策力としては獲得できるものを取っていきたいかなというふうに思います。軍事を240までまず貯めないことにはね、始まらないので、そっからですかね。片付けない。ご覧のような情勢というところですね。まあ、長宗我部と毛利がまあガチンコで殴り合うと、おそらく長宗我部が勝つと思うんで、長宗我部、毛利、この辺りとはもう、関わらないというところを保ちつつ、勢力を拡大している家康、あとは依然強大な力を持つ勝家、この辺りを叩いていきたいというふうに思います。では今回はじゃあここまでにさせていただきたいと思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひ
チャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。